うわー完璧だった。もうデブライネとハーランドにやってほしいことそのまんまやったね。暴力的だね今のね。それありみたいなさ。いやー、この得点パターン世界でできるのこのチームだけじゃないかっていうようなね。すごいなこれな。そうだね、確か無慈悲って言葉一番似合うと。ギュンドアンここで失わなかったのすごかったし、ここで持ち運んで、ね、ハーランドが裏にスペース作りながらね。これさ、このデブライネがさ、ボール、このクロス上げたとこ、このスペースってなんでできてるかっていうと、その前段階で、ハーランドが裏抜けして、センターバック2枚のラインが下がってるから、デブライネのとこ空いてんだよね。空いてるというか、デブライネがこのクロス上げられるスペースができてるっていう。あそこで待ち合わせできるのがすごいもんな。蹴り足着地でさ、前に重心かけながらでさ、でも、インフロントでさ、擦り上げるみたいに蹴ってるから、スピードあって巻いてってみたいな。いや、すごいね、これ、ほんと。金払ってみたいサッカーしてるね。フィニッシュの局面の話ね。勝負の合わせ技。いや、ほんとね、サイドのクロス落ち着いて合わせる能力めちゃくちゃ高いんですよね、ハーランド。もしかしたら世界一かもしれない。マンチェスターダービーが来季すごい楽しみで、うん、っていうのも、ハーランドのお父さんがロイ・キーンに、あ、そうだね。やられて、はい、引退してっていうのがあるんで、まあ、その因縁というか、うん、うん、その辺もちょっと、親のあだ、敵というか、うん、そういったのもちょっと楽しみだなって。確かにね。だから、うん、マンチェスターダービーでハーランドが活躍したら、ロイ・キーンなんてコメントするのかなとか楽しみ。あー、そうですね。どういうこと？そうだけど、まあ、いずれにしろね。うん。あとはラングニックが、どの面下げて他の監督のオファーを受けれんだろうなって、オーストリア。で来季どの面下げてコンサルすんだろうなっていう。その間もブライトンに 4-0 で負けて、そう、業務委託で業績悪くした人がさ、コンサルで居座ってさ、はい、そう、他の企業とは儲けてるんですよ。うん、すごいよねそれ。なんか契約しちゃったんですかね、もうなんか戻れないのかな。今回月に6日だけ働くんだっけ、補強とか。なんかそれぐらいでしたね、はい、うん、そいつに査定されてるのムカつくけどな選手。まあ、監督変わるんでそこはまあいいですけど、うん、その奥にいるんだよあれが。ですよね。あとは、ウェイティングポイントので相手の背中を通って膨らみながら裏抜けするとゴールに背を向けずに裏抜けできるとありましたが、ハーランドような選手を見ると裏抜ける前のランニングの角度を浅くしたい、裏抜けた後に膨らんだりしてゴールに、へそ向けてる感じがしたのですが、どうでしょうか。背中通った時にそうなってる時ありますよね、サイドバックとセンターバックの間とか。なんだけど、サイドバックとセンターバックの間が開いてるときに、またセンターバックもさ、こう抜けるとついてくるよ。で、ハーランドぐらい勢いつけたり、あとはデブライネぐらいこの点で合わせるんなら、その抜け方よかったり、あとセンターゲート、センターバックとセンターバックの間抜けてってっていうんだったら、そう、こうなってこうでもうまくいくときあるけど、基本的にはこう、膨らんだ方がさ、こう、どのタイミングだったとしてもボール来たときにこうなる。こういって、こう先にこういって、引き離した後にっていうのは、この瞬間にオフサイドにならないように抜けてって、あとボール出た後に追いついてこうだから、ハーランドぐらいスピードないと後ろからついてこられても前向けないってあるから。まあ、そういうことです。いろいろみんなで、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、サッカーの戦術的なこととかいろいろね、深いところ知りたい人は、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。